毎度、徹子です。近藤観音菩薩坐像の所有権は日本にある、という判決が下されました。しかし、原告は判決に激怒し、発掘調査をしてでも、新たな証拠を探すと息巻いています。国民も、泥棒が長く所有していたから、泥棒のものになるのか、裁判官は日本人か、この裁判は日本でやったのか、と反発しています。隣国人が仏像を盗んで、隣国裁判所がこれを裁く。それだけの話なのですが、なぜか、日本への憎悪を募らせています。マジで怖いです。ニュースの詳細。長崎県対馬市の観音寺から、隣国人窃盗団が隣国に持ち込んだ仏像をめぐり、数百年前に倭寇に略奪されたと所有権を主張する隣国の沖石寺が、像を日本に返還せず引き渡すよう隣国政府に求めた訴訟の控訴審判決で、隣国の太田高裁は、1日、沖石寺の主張を認めた一審判決を取り消し、観音寺の所有権を認めた。判決は、仏像の日本返還をめぐって、司法手続きとは別に、隣国政府が文化財に関する国際協約などを考慮すべきだと不言。外交を通じ隣国に返還されるべきだとの立場を満ちませた。浮石寺側は、判決後、発掘調査をしてでも、新たな証拠を探すなどと述べ、上告する方針を表明した。とのことです。いい感じ。隣国高裁は、対馬の観音寺から盗まれた観音菩薩坐像の所有権を争っている裁判の判決を出しました。判決は、日本の観音寺に所有権を認めるというものです。理由は、主として2つあります。隣国の沖石寺と14世紀の沖石寺との間で、同じ宗教団体であるという連続性が認められない。日本の観音寺が、どのような経緯で入手したにしても、取得事項が完成している。普通の法的判断が下されたのかなって思います。今回は、まともな判決が出ましたが、まともな政権になったから、まともな判決になったわけではありません。珍しくまともな裁判官がいたのか、ユン・ソクヨル政権が、裁判所に圧力をかけたかのどちらかです。前者の可能性は少ないんじゃないかな。となると後者です。不況で苦しいので、経済的な支援が欲しい、ホワイト国に戻して欲しいなど、主に、経済面で日韓関係を良くしたいという狙いが透けて見えます。被告である、隣国政府の対応も変わりました。隣国政府は、観音寺の前住職を、補助参加人として法廷に出席させています。つまり、政府には、返還の意思があったということが推測できますね。隣国は、その時々の政権によって、判決の方向性が異なります。司法が、政治的な判断をするので、三権分立が機能していないんです。盗んだものを、自分のものと主張して、裁判所がこれを認める。特に、日本が関係する裁判の場合、反日無罪という言葉があるように、法的に問題があっても、国民情緒が許さない、ということで法を飛び越えて、感情で判決を下します。気に入らないから有罪にするって感じです。法の正義が通じないって、まともな文明国ではありえません。いわゆる徴用工問題にしても、日韓請求権協定で解決しているにもかかわらず、地方裁判所が国際条約をひっくり返しています。裁判所の判決よりも国際条約が優先されるのですが、隣国では国際常識が通用しません。このような国とまともな関係などできるわけがありません。というか、この裁判官の命が心配です。今回の判決で国民は激怒しています。隣国の反応は怖いものばかりです。まともな判決を下しただけなのに、自分の命を心配しないといけないのは大変ですね。ち、な、み、に。原告の浮石寺は、高裁判決を守るつもりがありません。同じ宗教団体ということを証明するために、発掘調査をしてでも、新たな証拠を探すと主張しています。取得事項が成立している話はどうなるんだと突っ込みを入れたいところです。裁判所の判決にも気になるところが多いです。そもそも、今回の判決は、当時の寺と現在の寺の法人格の同一性を否定することで、
吹石寺の所有権を否定しただけです。本来和光が奪った仏像であることを証明する証拠がないという理由で決着させるべき事案です。泥棒が盗んだものを所有者に返すなんてことは世界中どこの国でも常識です。17年1月の一審判決は、仏像が略奪や盗難など正常でない形で対馬に渡ったものとみられると判断。高裁は仏像が日本に渡った経過については和光による略奪を疑わせる相当の状況証拠があると述べています。仏像が保管されている国立文化財研究所を管理している隣国文化財庁は2014年に像が日本に渡った経緯を調査し、略奪された蓋然性は高いが断定は困難だと結論つけています。浮石寺の数百年前に和光に略奪されたという主張を後押しするように裁判所と政府の口を揃えて略奪があったと主張しているんです。証拠はないけれど日本が略奪したという前提で裁判が進められている。何でも日本が悪いという前提がないと話ができない国って怖いですね。そもそも数百年前の出来事をどうやって解析したんでしょうか。普通に考えると解析不可能です。まともな判決を出した裁判官でも和光による略奪を疑わせる相当の状況証拠があると述べています。ストレートに盗んだやつが悪いと言うと日本が悪いという前提が崩れるので、これを避けたかったのかな。今世紀中にこの国に合理性を求めるのは無理なんじゃないかなって思います。こちらがお隣さんの反応です。日本の裁判所の判決かと思いました。盗んで持ってきた物品の所有権が認められるなら、イギリスやフランスの博物館にあるもの、すべての美術品を盗みましょう。日本が収奪した数多くの隣国の遺物を取り戻そう。ここまで来たら、判事の資質が気になる。勉強以外にも、重要なことがたくさんあるのに、なぜ、日本を気遣う判決を下したのか。我が国の裁判官はこれでいいのですか。裁判官に対する信用度、信頼度はガタ落ちです。日本と仲良しのユン・ソクヨル大統領と国民の力が与党なので、判事も親日に変えてしまったようだ。文化財の無断搬出が合法だという判例を作った某判事はその名を歴史に末永く残すだろう。日本にこれから何を捧げるつもりですか。日程占領が適法だったと認める判決ですか。二審判決が正しい。当然返さないといけない。窃盗犯が盗んだ盗品に過ぎない。もともと浮石寺の所有で、これを和光が盗んだという歴史的根拠はない。判事があんな露骨に、親日派を支援する判決を出してもいいのか。略奪した文化財を略奪犯に返せますか。以上がお隣さんの反応です。お隣さんの国民はものすごく怒っているみたいですね。今回の判決は国民情緒に反するものなので、上告で判決がひっくり返るというのは十分にありえます。上告でも非常にレアなケースですが、まともな判決が下されることを願っています。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。